独立行政法人国立病院機構国倉医療センターは福岡県北九州市小倉南区にある医療機関旧国立小倉病院小倉に一大拠点を築いた旧大日本帝国陸軍が開設した小倉永樹病院を母体とし現在は独立行政法人国立病院機構が運営する病院である政策医療分野におけるがん精神疾患 看疾患の専門医療施設であるとともに、地域医療支援病院の承認を受ける。近年のリストラ策に伴い、看護師養成機関については民営化され2008年に閉校2011年、学校法人の早学園がこれを引き継ぎ、専門学校北九州看護大学校として生まれ変わった。専門医療拠点であるため、 救急を除き原則として、大量機関からの診療情報が必要。蚊によっては、飛び込み診療を受け付けないケースもあるので、事前に確認しておいた方が良い。場所柄医療、福祉関係の施設が集まっているが、北九州市は2013年、総合療育センター建て替え移転など、施設の再編整備を実施する構想を打ち出した。かつては、市立の障害者スポーツセンターもあったが、 2012年に、コナミスポーツクラブ、コクラートへ移転した。西鉄バスダイヤ改正情報2013.316改正。西鉄グループ。2013年3月7日閲覧。ありがとうございます。